はい、どうも、俊太郎です。ついに京都グラフィリやってきました。2023、なんか、まあ、毎年この時期なんですけど、過ごしやすい気温で18度ぐらい、今20度とか、すごい展示を見るには最適かなと。街中ね、いろんな場所でやってるんで、京都グラフィーって1箇所でやってるわけじゃなくて、 KG プラスと京都グラフィーっていう2つの展示があるんですけど、今日は両方ともいろいろ混ぜながら行こうかなと思ってます。展示方法自体も結構変わってて、いろんななんか町屋だったりとか工夫を凝らしてるんで、こういう場所に来てこういうところでどういう風に展示してるのか見るっていうのがやっぱ一つの楽しみ方なのかなと思ってます。北京のフォトグラファーさんなんですね。結構多分ブランドも北京なんですけど、割と創業時からずっとコラボレーションしてるらしいですね。自身のコンセプトが結構何かと何かの間みたいなのを作るんですけど、結構彼のコンセプトもそういう夢と現実とか西洋と東洋の間とか、なんかそういうコンセプトがあるらしくて、すごい好きですね。ちょっとなんかそれこそ絵画っぽいって言ってたけど、なんかちょっと現実感消したようななんか撮り方というか仕上げ方ですよね。あと俺は顔が見えなくするシリーズのものすごい好きで、そういう作品もある。あれとかめっちゃいいなと。印画紙自体もちょっとこう和紙っぽいっていうか、なんかちょっと質感のある印画紙使ってるもんね。マット系の、多分だからやっぱりより絵画っぽさっていうか、あんまりこう写真らしいテカテカとか前に出してない感じはしますよね。よく見るとアウトフォーカスしてるんですね。奥にフォーカスがいってて、手前は割とこうぼやっとしてるんですけど、それがまたいい味出してるんでね。存在感がないというか、にじみみたいなのってどうだったの？写真でしょうね。もともとまあ多分フォーカスが合ってないっていうのも一つあると思うんだけど、なんかこのなんかまだらなノイズめっちゃ乗ってるじゃん、多分だからそもそもかなり拡大してんじゃない、ぼやっとした画像の一部をめっちゃトリミングして使ってるとか、なんかその感じはややあるね。なるほど。確かに多分特殊な何かこう加工してるとかっていうよりは、多分アウトフォーカスしたものを結構高感度で撮ってトリミングして、なるだけそんななんかこうディテールが潰れるような感じにしてるんじゃないかな。まああと多分そのソフトフォーカスフィルターみたいなのを入れてるとは思う、全体に。この辺のやつ全部最近ねちょっと流行りだ、ソフトフォーカスフィルターとか、クロスフィルターとか、トキさんとかね、うちも結構使ってます、ね、そうだね。そう、より強いやつを使う傾向が最近あるよね。なんか前よりもちょっとこうやっぱり全体にファッションもそうだけど、傾向がグロッシーな方向に行ってるってのもあるかもしれないよね。ちょっとミニマルジェンダーレスみたいな、こうフラットなものから少しこうギラッとしたものとか装飾的なものになってるから、写真の撮り方もやりちょっと加工的なものが少し取り上げられてる感じもあるかもしれないですね。私は知らんけど、本当は大阪で、おここですか。そうですね。どういう写真ですか。これはあれですね、ボクシングの女性の2階級4団体統一したチャンピオンの人の試合の写真ですね。なんかこの多分ジェンダー問題の中の一つと、スポーツ写真って2つの側面だと思うんですけど、
この方自体も性的な虐待を受けて育ったけど、ボクシングでやってますもん。ね、それ救われた、うん、形なんで。シャロンリーさん。だいぶ攻めた。ピンホールの方はもう穴を開けてそこに光を通すことで録音するっていう、はい、まあ結構原始的な写真技術というか写真、うん、カメラの、 あの携帯みたいな感じなんだけど、はい、原型みたいな、 なんかこの被写体の人 の、 あの思い出のものをピンホールカメラとして借りて、はい、でそれで撮る。でその人と対話してその時間録音して、はいはい、撮ってるからちょっとブレてるよね、はあ、結構長時間録音って面白い。結構だから過去今現在みたいなボーダーでもあるけど、結構この人と人の割とこう関係性みたいなのが出てるっていう点では、うん、割とこう王道ポートレートの考え方ではあるけど、方法が面白いですね。そこね、じゃこの被写体の方は思い出の、うん、自分の思い出の下に向かってですね、思い出の下で撮られてるし、うん、なんかこう家族だったり友達だったりっていう人らしいと思います、うん、すごい前後を想像してしまいますね、うん、素晴らしいです。カメラ、おお、あ、こういうやつ、ピンホールカメラ化してるかも。うわ、すごいこういうことなんですね。ですね、まあ穴さえ開けばね、で物が暗くなれば、はいはい、このバッグが思い出の品ってことですか。多分その目、ね、被写体にとってなんかあるからね、これ何だろう。これもピンホールですよ、ね、そうだね、ここがそうだよね。何ですかね、何だろうね。Are you like just visitors of Kyotography? Ah yes, we are visitors of Kyotography and also the I'm a photographer and he's a videographer. Oh, videographer. Yeah, yeah, I saw. Yeah.